南あわじ市で巨大な鏡餅を抱えて歩く距離を競う新年恒例の行事が行われました。南あわじ市の薬王寺で今日行われた大鏡餅運び競争、昭和初期に始まった伝統行事です。去年に続き感染対策を取りながら20代から70代までの力自慢の男性18人が台座も含め 173.15 キロの鏡餅を持ち上げ境内を歩く距離を競いました。結果は南あわじ市の消防士で34歳の迎え博之さんが 125.82 メートルを歩き5年連続の優勝を飾りました。